こんにちは、えっちゃんです。そして人生の角度は30度、どうもゆきりんです。はい、ということでウーバーイーツのね、またこの後も何個か来るんですけど、頼んで、はい、食べながら女子トークをしていきたいと思います。おー、でね、今回は、うん、普段あんまり話さないようなトークテーマでちょっと話していくんですが、あの女子ってさ、うん、いろいろあるじゃん。いろいろあるね。でさ、ちょっとこういう女子苦手みたいな、ああ、あるじゃん、まあ、そういうのをちょっとね、語りながらご飯食べていきたいと思います。食べましょう。それではくらい。めっちゃいい匂いしますね。ねえ、てかすごいでかくない？え、なにこれ、でかっ。思ってた2倍の大きさできたんだけど、すごいサイズだね。なんだこりゃ。じゃあちょっとストロー刺しちゃいますか。いただきます。いただきます。じゃあせーの、ベビーダッピ。え、あれ、え、なんだと。入った。うまっ、これいいわ、ゆず。じゃあちょっと、はい、今回は、うん、あのこういう女ぶっちゃけ嫌いみたいな、苦手っていう話をしていきたいと思います。まあ、私これはね、あの前動画で喋ったら、うん、私が性格悪いって言われて怒られちゃったんだけど、うん、あのね、なんかそう、中学の時に、うん、でも嫌いな女の子がいたんですよ。いるよね。ちょっとね、苦手なってか、嫌いっていうか合わない人いるよね。友達としてめちゃめちゃ仲いいと私は思ってたんだけど、うん、向こうが裏でめちゃめちゃ私の悪口を言ってた、うんうん、なんかそう、外面がいいのがもう結構私の中で信用できなくなっちゃった。わかる、めっちゃわかる。ベタベタするやつに限って裏でめっちゃ悪口言うんよ。そうなのよ。なんなんでしょうね、あれね。もうわかんない。だって一緒に、うん、もう例えばその子が友達がいる文化祭とかに一緒に行こうよとか、うん、同じ部活入ろうよって言われたの、うんうん、でも私が入ったらその1週間後にそいつ辞めて、え、なんでってか、なんで誘ったってなるね。穴を埋めたかったの。うん、えーってなるね。あ、そう。後釜にわざとさせたみたいな。そう。させられた。なんか責任押し付けられた感じするよね。そう、うん、本当にそんな感じ。嫌いっていうか苦手な女の子がちょっと似てるんだけど、はい、裏で悪口言うとかじゃなくて、なんかすごいこうベタベタ触ってくる人。あー、はい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 、はい、あの普通にこうやって会話してる時になんかさ、ギューしてきたりさ、なんかいるね。私は友達でも気づいたら手を繋いでる子いる。そうそう、手繋いだりとか。私あんまり触られるの好きじゃないから。あ、結構パーソナルスペースを保ちたいんだね。そう、うん、なんかすごく苦手。え、可愛いなって思うんで、後輩とかだったら、うんうん、けどなんかその同い年とか年上の人とかにされるとちょっと怯える。あ、ちょっとこの人苦手だなって最初からなっちゃう。いや、でもそれはね、結構正しい感覚かもしれないよ。なんか怖くなっちゃうんだよね。なんか狙われてるの私みたいな。で、それも触んないでとも言えないからさ。まあそうだよね、友達の距離感的にね。ああ、ああ、私私あんまりね、それを嫌とも思ってないタイプだったから、うん、結構そういう子が近寄ってくること多くて。あー、なるほどね。で、高校の時の後輩が、うん、私の膝の上でずっとご飯を食べる子だった。いや、私もうね、発狂するんだろよ。ちょっとあの企画でね、監視カメラをつけるって企画を撮ってて、うん、それをそのまま貼りっぱなしにしてたら粘着力で落ちた。面白すぎる。全然大丈夫。え、ゆきりんはどうやって食べるの？私はもうこうやって食べてて、ここにこう乗ってて、こう、ここは、私は膝の上でこうやって食べて。すごい。そう、校庭でやってたら、うち女子校だったんだけど、うん、え、ゆきちゃんってミズなの？みたいなのが、いや、なるよね。クラス中に、あの、噂になって、いや、違う。あ、でもそういう風に見られるんだって。結構私距離感が分かんない人間だからそうなっちゃった。悪口みたいな感じで周りで勝手に言われるのはさ、それはこっちが意図してないというか、意図してないね。迷惑な感じだ。でもなんかその子はなんかすごい尊敬してくれてた、うん、ね、もう卒業式とかも、ね、もう先輩がいなくなっちゃうの本当に嫌ですみたいな、うわーって泣いちゃうよ、うん、なぐらいなんか好いてくれてたんだけど、多分その気持ちが高ぶりすぎて、ね、膝の上に乗ってた。嫌だあとね、うん、学生の時にあったんだけど、うん、けどなんか膝触ってる女とかいなかった。怖い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 。ボディタッチ。ああ。
その彼氏がいて私が彼女って分かってるのに、うん、何マウント取ってくるんじゃないか、うん、私の方がこの人のこと知ってるマウントを取ってくる女友達が、うん、すごく苦手だった。え、彼氏の女友達ポジションね。まあそうなんだけど、うん、私より確かにその二人の方が仲いいのよ。長いから昔こうだったよね、あだったよねとか言って、なんかえっちゃんはさみたいな、え、この話聞いたみたいな、まあ、ちょっと嫌味っぽく言ってくれじゃないけど、ちょっとえ、何様ですかみたいな彼氏の女友達も本当にさ全然いいんだけど、ものによるよね。まあそうだよね、うん、どっから嫌だ、何してるったら嫌だ。何したら、あ、でも、うん、なんか例えばなんか関節キスとかさ、なんかよくあるじゃん、うんうん、あるねとかも嫌かもしんないわ。私多分関節キスギリオッケー。あ、ギリオッケー。あ、そうけど、うん、ボディタッチ無理。あ、肩組むとかはいいけど、うん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 、なんかここら辺はさいいよね、わかる。けどなんか膝触ってる女とか意味わかんない。やばいやばいやば、怖い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 、うん、あの私見えてますよそれみたいな。なんか人のもの羨ましがる女の人結構、うん、結構ってわけじゃないけど、なんかたまにいる、ね、いる、嫌だ。物をパクる人嫌なんだよ。ああんまり好きじゃないの。結構これ女性あるあるかもね。そう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 、まあ理由があって、例えば、うん、なんか私がなんだろう、こういうモデルさんが好きで、うん、その子もそのモデルさんが好きで、うん、まあ、同じものを買っちゃったとかならわかるけど、うん、だからその自分をコピーされたりとか、怖いよね、なんかそう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 、でなんか友達だからおそろにしちゃったとかはいいのよ、うんうんうん、それはね、なんかだってもうおそろにしようってやってる感じじゃん。でそれがさ 1,2 個とかで2人の同意があっておそろにしてて、それが30個40個あるのはいいけど、だから1人で30個40個集めたら怖い怖い怖い。確かに特定の人が全て完コピしてきたらマジでゾッとするかもしれない。を一回やられたことがあって、うん、ですごい内緒的に、あ、怖いって思ってたんだけど、うん、周りの人から見ると仲良しに見えるんだよね、うん、そう思っちゃう人だわそうだよねって思っちゃう。なんかあんまりよく知らなかったらそうじゃん、うん、言えないよね、なんか真似しないでとの。そうそう、別に悪気があるわけじゃないのよ。そうだよね、うん、だってその服私の服でもないしなんで、世の中に売ってるしないかなっちゃうね。ほどね、うん、結構あれだね、一方通行の愛を受けやすいんだねそうかもしれない今話してて思ったまあということで、まあね、共感したよって思ったり、こういう女嫌だっていうのね、私もう共感したらハート押しに行くんで、ぜひコメント欄にコメントお願いします。お願いします。では、ゆきりぬの方でもいつか動画が上がるのかな、さっき落ちたやつ、ね、そう、そんな大した動画じゃないんだけどねそっちにも出てますんで見てください、はい、お願いします。では皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。えっちゃん全然食べてないじゃん。確かにこれから食べます